スチュワートシンクはアメリカアラバマ州ハンツビル出身の男子プロゴルファー。2009年の全英オープンゴルフ優勝者になった選手である。世界ゴルフ選手権シリーズでも2004年の NEC インビテーショナルで優勝経験があり、アメリカを代表するプロゴルファーの一人として活動してきた。これまでに PGA ツアーで2009年全英オープンを含む6勝を 上げ、国際試合では1996年と1999年にメキシカンオープンで2勝を挙げている。世界ランキング自己最高位は5位。身長193センチメートル、体重93キログラムの大型選手。シンクは両親ともゴルフのシングルプレイヤーという家庭に生まれ、幼少時からゴルフに親しいんで育った。 彼が通ったジョージア工科大学のゴルフ部には、一学年先輩に、デビッド・デュバルがいた。大学卒業後の1995年に、プロ入りし、2年後の1997年7月に、キャノン・グレーター、ハートフォード・オープンで PGA ツアー初優勝を果たす。これにより、彼は、PGA ツアーの1997年度、最優秀新人賞を授与された。 1999年の全米プロゴルフ選手権において、彼は初めてゴルフメジャー大会の優勝争いに加わった。開催コースはアメリカ入りのイシーメディナにあるメディナカントリークラブで、シンクはタイガーウッズとセルヒオガルシアに続く3位につけた。2000年4月、マスターズ終了直後の MCI クラシックでツアー2勝目を獲得する。 2001年の全米オープンは、シンクのゴルフ経歴の中でも辛い敗北だった。オクラホマ州タルサにあるサザンヒルズカントリークラブの最終ラウンドで、彼は5アンダーパーで、最終18番ホールを迎えたが、最後にダブルボギーを叩いてしまう。その結果、シンクは4アンダーパーで並んだレティーフ風船とマーク・ブルックスとのプレーオフ進出を逃し、3位に終わった。 このショックが大引き、彼は、しばらくの間低迷に陥る。3年後の2004年、シンクは、MCI ヘリテージで4年ぶり2度目の優勝を果たし、ツアーでも4年ぶりの3勝目を挙げた。この年は8月中旬の世界ゴルフ選手権シリーズ、第2 0 n e c 招待でも優勝があり、自身初の年間2勝を獲得で、賞金ランキング5位に入った。 2008年2月、シンクは世界ゴルフ選手権シリーズ第一戦のアクセンチュアマッチプレイ選手権で初の決勝に勝ち進んだが、世界ランキング1位のタイガーウッズに 8&7 の大差で完敗し、準優勝に終わった。それからマスターズで自己最高の3位に入り、6月のトラベラーズ選手権で4年ぶりの PGA ツアー5勝目を挙げる。 2009年の全英オープンで、スチュワート・シンクはついに祝願のメジャー大会初優勝を達成した。開催コースはスコットランド・タンベリーにある海沿いのアイルサコースであった。シンクは4日間通算2アンダーパーのスコアで回り、26年ぶり6度目の優勝を目指した59歳のトム・ワトソンとプレイオフを戦った。 全英オープンのプレイオフは4ホールで行われるが、シンクはプレイオフでミスを重ねたアトソンを退け、メジャー初優勝。ありがとうございます。